年齢と職業を教えてください。16歳の高校生です。16歳の高校生です。お二人はどちらで？ツイッターで。え、どっちからアプローチしたやったんで？付き合ってはないです。普通に友達で。え、どっちから発見したの？その SNS で、ツイッターで。どちらをね、なんかいた気づいたら、はい。え、まだ1ヶ月ないよね。1ヶ月ないです。ない。え、かわいそ重視で。めっちゃおしゃれ。あとダボット感出して、そんな感じですかね。ありがとう。ゆるゆる、ちょっとゆるゆるしたのが好きなんで、あとここがなんか段差になってるのが段差になってる、かわいいかなと思って。ちょ、あ、ほんとだ、段差になってる。異性のタイプですか？なんだろう、病んでる感じ。闇メイクとか好きなんですよ。マスクの下ってどうなってるの？ダメです。 NG。 鼻がコンプレックスで見せたくないなっていう。はい、大丈夫なところで、はい、女子校なんで高校1年生なんですけど、結構校則が厳しいから、本当は金髪にしたいぐらい。ないですね。頑張りない。はい、はい、ネットも、ネットも、ネットも、ネットの友達。友達。じゃあ他にもそういうネットもっていらっしゃるの？はい、います。結構いいよね。ありがとうございます。そうなんですか？タグ、タグかな。タグ、タグ、なんていうハッシュタグつけばいいんだろう。適当ですね、そこら辺は。なんだろう、美男美女とつながりたいみたいな。それはある。あー、なるほどね。で、それで拡散してもらって、で、そうですね。ぶっちゃけ、どんぐらいだろう。そんな数えたことないですね。2桁、え、そっち。え、2桁。2桁、2人目なんだけど。おー、いける。リアルが弱いからね。ネットでですか？ないですね。いや、なんかネットにそういうの興味ないんで、はい、友達でいいかなみたいな。あ、ちなみに今カノエさんって言いますか？あ、ないです。6ヶ月ぐらいですかね。6ヶ月、半年ぐらいです。今ぶちゃかれさんはいないです。なんだろう、なんか微妙なんだけど、一回4年間付き合った彼氏となんか浮気されて、だからもういいかなっていう感じで、結構今はもうフリーな状態。欲しいなとか思いますか？あるある、めっちゃ思う。お兄さんとかどうですか？まだそんなね、浅いから。あの、顔的には OK ですか？ありあり、全然あり。ガチガチ。おっとおっと、照れますね。照れちゃいますね。じゃあ彼女をするのありですか？全然ありです。ああ、ちょっと恥ずかしいな。いいとこですか？話で楽しい。なんだろう、自分磨きがすごいなって思う。なんだろうな、コンプレックスとかも消せるぐらいかっこよくできてるって思うね。一重だけど全然かっこいいし。ちょっと知ってほしいことがございまして、はい、すいません、あのキスしてもらって。やっぱマスク外してください。やっぱもうイケメンだし、もうここまで、ここまでかっこいいし、ここまで可愛いんだから。3、2、1。かわいい、かっこいい。やば、ちょっと美男美女じゃないですか、あなたたち。なんでそんな隠し持ってるんですか、あなたたちは。嫌なんですよ、ここから下が。なんでマスクの方が落ち着く。あ、それはわかる。いや、結構マスクしてるよね。ありがとうございました。どうも、すみません、ありがとうございました。東京ときめきチャンネル、また見てね。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス。